ある日、俺は魔法でトカゲの顔に変えられた。記憶まで失ったもんだから、誰の仕業かわからない。俺の記憶と本当の顔を取り戻すため、この世界にやってくる魔法使いを相棒の二階堂と一緒に狩り続ける。レオ、中のやつに何て言われた？助けてやったんだから今夜はおごれよな。今まで一度だって金払ったことないだろうが。お待ちどう、夕飯食ってけよ。敵は魔法が効かない厄介な相手だ。必ず探したのよ。ノエ、袋だ。はい。俺みたいなのを本物の魔法使いっていうんだ。1、2、3。先輩は何人投じしたかな。こりゃ確実に松村の敵が撃てるぜ。待ってな、クソトカゲ。こら、何してないです。待て。おい、ラーズ。待ってろよ、魔法使い。俺の魔法で変えてやるよ、その哀れな自分を。爬虫類か。本気を出すとすぐ落ちまけねえ。殺すんだったな。あら、泣いてんの。エリスがゾンビに食われてる。勝負でくる。わかめ、君に試す覚悟があるかな。おい、ホイフ、日が出てサイクルかかしんよ。何言ってるかわからんぞ。